試合に出るって分かったのって何日前なんですか？1日前が分かった感じはありました。まあ、その前からちょっとこう雰囲気が感じててはっきりと伝えられたのが前日じゃなくても本当にもう前日に、はい、あ、そうなんだみたいな。どう思われました？ルーキーでいきなり開幕戦スタメンで、まあ、怪我もそれまであって練習時間もそこまで他の選手よりも長くはなくてっていう中、まあ、開幕戦スタメン出場は、まあ、目標として今年の練習指導する前から目標に立ててて、まあ、けど、まあ、キャンプ入る前に怪我してしまってキャンプは結局1回も練習してなくて、キャンプ後に今合流したんですけど、開幕スタメンっていうのはそこではちょっと意識的には薄れてきてて、まあ、出れるかなっていうぐらいなんで、そこまであんまりその怪我した瞬間はもうちょっと難しいのかなとは思ってて、けどチャンスをもらったんで、そこでは少しその大体そうですね、分かるぐらいから気持ち自分として気持ちの準備もしてきてそこでそうですね、そういう感じそういう感じですか、はい、まあまあ出番が来たんだな、じゃあやってやろうみたいな、はい、そこまであの自分でも出れるとは思ってなかったです。監督から何か言われたんですか？試合前とかお前のこういうプレー期待してるぞとか、まあ、一声何かかけてもらったりとかってあったんですか？あの結構その週の練習では結構声かけてもらって、まあ、こういうプレーというか、まあ、こういうポジショニングとかは結構言ってもらえて、まあ、言われてることは、まあ、なるべく遠くを見るようにっていう、なるべく常に前を見ながらプレーをするっていうのは言われてました。あのスルーパスなんてまさにそういう視点で前のこうドゥの動きとかが見えたっていう感じなんですかね。そうです、うん、言われてきたことだったので、まあ、あの時間帯でああいう場面にできたことは、まあ、それ言われてきたことが常に自分の頭にあったんで、それがあのプレーに出てよかったかなと思います。